9年ぶり4回目の来日となりました前回の四日市が3日制の初戦2着1着決勝5着でありました1番の日田靖と地力も顕微ここはしっかり追っていきたいところ2番の北野義治先手は取り,取りやすそうなメンバー構成6番手から動いていきます。 サーバ周回4コーナーを回りきる辺りで動いていきましたチューブコンビ追っていきまして4番の阿部そして続いて地元6番の大西かさあ5番のテオボスは8番手に車を引きました中南と後方が入れ替わっています4番手に変わっているのは2番の北の湯ル2コーナーからバックストレッチさあまずは主導権取りに動いていきます9番の上原はチューブコンビを送り出しましたさらには4番の阿部がス 3番手回って4番手地元6番の大西でありますが5番の手尾す早めの仕掛けか4コーナーカーブを回ってかましていく2番の北野義治を逃がさない5番の手尾す先頭に立ちました続いて1番の日田泰人で即席連携主導権2番の北野義治は3番手そして9番の上原は現在は5番手外辺りから交代していきましたさあバックから3コーナー回っていく5番の手尾星がただいま先頭続いて1番の日田泰人2番の北野義治3番手攻防縦位列です4コーナー回っていってる直線コース 五番の手をボス五番手をボス一着二着に1番の新田で即席連携ワンツーです。 乗りこなすためにも積極的に動いていきますか3番の五感新一鈴木をマークしますさあオランダのテオボスかはたまた臨海のボス五感かと9番の鈴木が先手を打ってくれれば U3 へのチャンスも大きく広がります五感新一その後ろには6番の斎藤ス須ムが同じく東京コンビで固めていきますさあ関東勢が動いていきました赤満集会入りまして関東通りは上がっていく 1>, 1番の松川貴弘は関東ドリを追走して4番手2番の手ボスは車を7番手に引きました8番の竹山亮太即席連携追走最後尾変わりません2コーナーからバックストレッチへ向かっていく前後体型入れ替わりまして誘導を残したまま金が入りました9番の鈴木ちらっと後ろを見た少し波を作る3コーナーから4コーナーへ向かっていきますさあ2番の手ボス7番手から今日も早めの仕掛けだ 4コーナー待って競争最終周回9番の鈴木はピッチを上げる2番のテオ・ボスは4番手を決めに行った1番の松川ちょっとかぶって苦しい展開2コーナーからバックストレッチさあ2番のテオ・ボス勢いそのままにまくり上げていく5番の望月しっかり続いていきますおっと1番の松川に落下さあ9番の鈴木をまくり切って2番のテオ・ボスさあ9番の鈴木もよく粘っていくそのアウトコースは3番の五冠直線コース2番のテオ・ボス後続ちぎっての一着ゴール2着2九番鈴木3着3番の五冠か。 川口準決勝積極的に動きました突っ張られた川口を番手に入れてアシストした9番の澤田が決勝戦でも連携です8番の新山正氏は短期戦準決勝戦中段動いて勝ち上がりを見せました3対2対1対2対1と分かれて縦一列の体型ですさあブフリの仕掛けのタイミング前受けからどんなタイミングで仕掛けていくのか さあ6番の川口が7番手より動いていきます中金勢がレースを動かしていきました8番の新山は中金両者追いませんただいま1番吉本の後ろをつけていますさあ上がっていった中金勢は2番ブフリを抑えまして3番の鈴木隆一は中金勢に乗って上がっていきますさあブフリラインは車を引きき切った3番の鈴木がただいま誘導の後ろ引いて参加さず仕掛けていきました さあ打賞の3コーナーではまずは鈴木とブフリの主導権争いです3番手のインコース1番の吉本そして中金税は7,8番手9番の澤田義和ただいま高最後日さあ2番のマティエスブフリの仕掛け7番のボスがしっかり追走していますが4番のニッタはただいま3番手アウトコーサグレタ3番の鈴木は3番手 今度は1番の吉本がまくり追い込み気味に仕掛けていくが届かないか4番手アウトコース直線コースありました2番のブフリカ7番のボスかオランダ両者の一騎打ち7番のボスか。